の中、広島市の松井市長は平和宣言で、核兵器による抑止力なくして平和は維持できないという考えが勢いを増していると指摘し、生命と財産を守るためには核兵器をなくす以外に根本的な解決策は見出せないと確信してほしいと訴えました。痛みが